曲目からすごい暗い曲やっちゃってすみません。あの2曲目からうまいボーカルが入ってきて、あの素敵な曲を歌い上げるんでよろしくお願いします。じゃあゲストボーカル佐藤周平お願いします。こんにちは。マイクある。はい、はい、はい、5月にSpotify、Apple Music ほか、サブスクのところで新曲を3曲一応リリースしまして、あのそこにそこのテスト5にですね、あの引っ掛けてあるやつにあの QR コードなんでちょっと後で機会があったら探してほしいんですけども、あのさっき今やったマシナって曲と、このあとやる曲はやらないか3曲目の曲と、あともう1曲入ってますので、もし興味あったら聴いてみてください。はい、なんか言ったことある？あ、すいません、歌います。はい、あの大きい声出してびっくりさせちゃったらごめんなさい。よろしくお願いします。はい、あすごい面玉いっぱいある。気にしすぎる。お願いします。
すいません、ギザースの見せ場間違えちゃった。いいよいいよ、言わなきゃ分かんないんだから。すいません、ちょっといっぱい練習したんだけどな。大きい声です。ごめんなさい。すいません。ちょっと声で謝るのやめよう。いやー気持ちいいですね。ね、雨も持ってよかったです本当に。はい、そうですね。やっぱり3年ぶりなんですよね。今日ね。ね、本当に。こういう風にライブできるようになったのも去年の秋ぐらい、冬ぐらいから。そうですね。で、本当に泣きそうになるぐらいね、やっぱね嬉しいですよね。あのレンジは。いつもだいたい春ぐらいからこういうフェスとか、前回が池袋ジャズ出て、今日札ジャズ出て、次回が練馬ジャズかな、あのジャズバンドじゃないくせにジャズフェスを荒らしまくってるっていうあの不定野郎なんですけども次回、10月かな、違う9月か、練馬ジャズはで、また冬になったらレコーディングとか曲作りをするみたいな、サイクルやってますんで、さっきも言いましたけど、そこの QR コードシンデレラフィットのテスパイプにフィットして A さんの紙のところに QR コードあるんで、曲も聴きたいしますんで、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします、はい、時間がなかった、3曲入りの EP の、中に入っているネギ線という曲をやります。Yeah.
ます。どうも皆さんこんにちは、文鳥とひなぎくです。東京から来ました。彼がさっき言ったようにジャズフェスに出てる普通のバンドなんですけど。こうやって言われると急なやつ何にも思いつかない。今日は青で来ました。お願いします。あの皆さん知らないかもしれないですけど、スープカレーってめっちゃ美味しいんで、ぜひ一度食べてみてください。北海道だとあんま知らないと思うんですけど、はい、めっちゃ美味しかったです。さっき食べた、あとラーメンとかも美味しいんで、ね、皆さん意外と知らないと思うんで、ここだけの話にしていただけたらと思うんで、はい、すごい滑ってる、めちゃくちゃ人の目が怖い、みんなこっち向いてる、椅子がこっち向いてるからみんなこっち向いてる。よかったね、みんな当たってね、なんか滑り倒してるよ。はい、もうちょっと終わるんですぐ忘れてください。どうもです。シュウちゃん、次、僕が入ってくる最後の曲なんですけれども、はい、一つカバーを、したいと思います。はい、ピンクエンドの、なんだっけ、ハイフィット関連ですね、はい、すいません。はい、はい、早引きします。Really like, tell me you could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause you never tell me lies. I can feel the body shaking, the heat in your lips. You've been scared of love, and when we did too, you don't have to time. I just gotta let you cry. I can't feel what you want. You don't need a lonely night. So baby, this is part of time. You don't even have to fight to give me what you want. You've been scared of love, and what if they do? You don't have to run. We don't have to run. I'm not afraid to die.
スヌークは最後の曲になります。そこまでテーマソングドラマス風が飛行マピアの福山藤子ギターは川村ゆきでした。最後まで、まだまだ明日も続くんで、ぜひ楽しんでください。最後の音はせっかくジャズフェスなんで、ジャズのスタンダードです、この前の曲を歌いたいと思います。スパルタクスのテーマという曲で、アレンジが昨日シェイフさんですねを、文鳥的大学にちょっとまたアレンジして合計をします。